どうもビビビビレです。今日はですね、横国のスポーツ系サークルまとめってことでね、横国の受験生や横国の新入生に向けて、どんなサークルがあるのかねとまとめていきたいと思います。前回の動画ですね、横国のウェイサー10選ということでねやったんですけど、そこじゃね紹介しきれなかったサークルをですね今回紹介していきたいと思います。7種目の運動部ですね、運動を紹介します。バスケ、バレーボール、ハンドボール、サッカー、テニス、野球、バドミントン。はい、どれかね、自分がやってるスポーツとかで気になるサークルがねあるかもしれないので聞いていってください。もうどんどん飛ばしていいんでね、自分の目的のサークルだけ聞いてください。それではレディーゴー。はい、まずバスケ、バスケですね。バスケサークル有名なの3つあります。3つ、小次郎、ココナッツ、ジャム、この3つですね。はい、で特色としてはですね、ココナッツがめちゃくちゃ人数多いですね。それこそ1年生100人ぐらい入るんじゃないですかね。まあいっぱい入って、でジャムはめっちゃ同学年が仲良くなるんですよね、結構。で、こちらもで、このバスケサークルはですね、結構検査してる人が多いですね。なんか2個入ってたり、交流もあるのでね、まあどれ入ってもいいと思います。はい、続きまして、バレーボール。バレーボールはですね、チャーリー・ブラウン、ラビッシュ・ラビッシュ。この2つがね、有名ですね。他にもあると思うんですけど、その2つが有名。で、バレーボールはですね、男女共に人がいてですね、すごい仲良さそうで楽しいですね。俺もバレーボールしたかったな。だってね、トス上げて、スパイクとか。いいなぁ。ファイトー、ファイトーってやるんでしょ。やりたかったなぁ。はい。ぜひ、楽しいと思うんで、バレーボールサークルも入ってみてください。次、ハンドボール。ハンドボールはですね、一つだけ、スタビル。スタービルっていうねサークルがあるんですけど、まあこれもめちゃくちゃマンモスサークルなんですよね。100人、毎年1年生100人ぐらい入って、まあとりあえず友達作りたかったらスタビル入れ、これがね僕からのアドバイスです。うん、まあ、ハンドボールもちゃんとやるんでね、ハンドボールやりたい人もぜひ入ってみてください。続きましてサッカーサークル。サッカーサークルもまあ主に3つですね。3つ、オーバードライブ、ノーティーズ、レジスタ、この3つですね。で、オーバードライブもめちゃくちゃ人数多いです。1学年100人ぐらい入ります。はい、 OD もね、そうスタビルみたいな感じでめちゃくちゃ友達できるんでいいと思います。で、ノーティーズはインカレサークルですね。フェリスとのインカレかな。うん、だから、多大の女子と仲良くなりたいなら、ノーティーズ、いいと思います。で、レジスタ。レジスタはもうシンプルにね、めちゃくちゃサッカー、フットサル楽しみたい人におすすめらしいですね。友達の話聞いたんですけど、もうストイックすぎて、なんかタバコとか吸ってる人とか怒られたりするらしい。ストイックすぎて、もう真面目にやりすぎてね、レジスタ入ると、タバコを吸って、するとね、怒られるみたいな話聞いたことあります。はい、サッカー。続きまして、テニス。テニスターはね、横国ね、14個かな。14個あるらしいんですよね。で、本当にね、うん、いっぱいある。からね、まあ、悩むと思います。まあでも、テニスターは、まあ、とりあえず入っとけばね、友達できるんで、めっちゃいいと思います。はい、で、横国オンリーのテニサーをまず紹介します。横国オンリーのテニサー8個ぐらいあるね。アルビレオ、ビーチシャーベット、ポテトチップス、マリナーズ、ラポーム、 SPP、 フラット、キャメル、これかな。8個、この8個ですね。で、ま、SPP とフラットは人数少ない。キャメルもかな、そんな多くないね。うん、で、それぞれね、学部とかで結構、分かれてて、ラポームマリナーズとかは、
結構理系の人が多いっていうイメージですね。アルビレオ、ピーチシャーベット、ポテトチップスとかはもう文系が多いのかな。うん。みたいな感じで学部でちょっと、入ってる人が多かったりする。うん。で、あとね、インカレサークルもあります。アップルズ、ブルーベリー、スルースウェイ。で、去年までね、ジップスっていうね、サークルもあったんですけど、ジップスなくなっちゃったんでね。はい。インカレサークルも3つあります。うん。やっぱ多大の人との関わりも欲しいなって人は、こういうインカレサークルにね、入るのもいいと思います。はい。テニスはいっぱいあるんで、ぜひ。ね、悩んで。まあ、なんか、今言ったやつを、横を置く、スペース、ピーチシャーベットとか打てば、多分ツイッターとかで出てくると思うから、検索して見てみてください。続きまして、野球サークル。おら俺も野球やってたからね、野球サークル入りたかったんだけど、俺イップスだからさ、恥ずかしいじゃん。女の子に下手くそなのを見られたら。だから入んなかった。野球サークルも有名なの3つあります。1つ目が、無洗米。2つ目、タイムアウト。3つ目、バックスタイル。この3つですね。で、無洗米だけ、横国オンリー。横国の人しかいない。あとの2つはインカレサークルですね。野球サークルね、結構試合とかしてましたよ。あと一番いいのが、横浜スタジアムで試合したりするね、サークルありますね。無洗米確か横浜スタジアムで試合したりしますね。今まで野球ってさ、すごい部活で厳しい環境でやってたじゃん。それをやっぱさ、気楽にね、楽しめるサークルね。めっちゃいいと思います。ですので、どれか野球やってる人は入ってみてください。最後、バドミントン。バドミントンですね、有名なのは。二つかな。ジョルノとネットイン。で、ジョルノの方が、横国生オンリーですね。これもめちゃくちゃ人気でね、結構いっぱい入ってるますね。バドミントンなんて、最高だよね、バドミントンサークル。楽しそう。ラリーしたかったな、俺も。イェーイ。もう一つ、ネットイン。ネットインは、インカレサークルですね。毎年ね、時和祭、文化祭でネットインの女の子が可愛いって毎年話題になるね。えって、ネットインめっちゃいいサークルじゃんって、毎年時和祭でみんな気づくっていう。だから、今知った人は、ネットインね、結構可愛い子多いんで、入ってみてもいいと思います。はい、以上、横国の運動、スポーツ系サークルまとめです。まあ、サークルと部活の違いが、まあ、やっぱりね、部活は週5とか練習あるのに対して、サークルはね、まあ、週1、2。で、別に参加しても参加しなくてもいい。そういう緩さがあるんでね、やっぱ部活、バイト、勉強ってやると大変なんで、まあ、サークル入って、まあ、バイトもしつつ、勉強もしつつって言って楽しいね、生活を送りたい人は、このね、どれかサークル入るといいと思います。はい。以上、横国スポーツサークルまとめでした。何かまた質問があれば、ぜひね、4年生の僕に聞いてください。何でも答えますよ。はい。この動画がファンタスティックだなと思ったら、FB お願いします。今日も5個お願いします。それでは、バーン！